こんにちは。こんにちは。断捨離トレーナーの原田千里です。断捨離トレーナーの田中富士美です。今日はですね、田中富士美さんの地元の島根県玉造温泉に来ています。はい、ようこそいらっしゃいましたありがとうございます。ありがとうございます。私たちはトレーナー2期ということで、うん、同期の仲間なんですよね、うん、そうですね。ちょっと今日話したいのは、うんうん、秀子さんの本のね、自在記についてなんですけど、はい、私たちって実は背景的にも本当に対極と言っていいぐらい違うんですよね、うん、ジミちゃんは家があって、うん、家族があって、子供がいて、はい、で地元でしょ、ずっと、はい、うん、ずっと地元です。で、うん、出たことないんだよね、島根県から、うん、出たことないです。だそうですよ。はい、一方私は家は、うん、家はない、土地はない、うん、まあ、家族はいない、子供はいない、親はいない、うん、何にもないんですよね、うん、でどこの出身とか、うん、地元はどこって言われても、うん、いや静岡県ですけど、うん、もう常に実家というものはないし、うん、帰る場所はないんだけど、別にそれがこの気の毒とか残念とか寂しいって感じはないんだけど、事実としてないわけですよね、うんうんうん、何の縛りもない自由な状態なんですけど、うん、私から見ると、うん、まあ、私には体験のない状態にいるから、うんうん、どうなんだろう、そうやっていろんなものがある状態って、うんうん、そうだね、うん、まあ、それがしがらみといえばもう全部しがらみになっちゃうんだと思うんだけど、うんうんうん、そうだね、まあ、私の場合はまあ長女だからっていうことで、うんうんうん、後を取らなければならない、うんうんうん、で今親のね、そういう考え方のもと、うん、まあ、私もそうするもんだと思ってね、それが特にいいとかいけないとか、うん、そんなこともなく、うんうんうん、まあ、流れのままに従っていたらこうなったっていう、うん、流れのままに、うん、流れのままに、そしてまあどっかで、まあ、今思えばどっかで自分もそうしたいと、まあ、思ってたとこもあるのかな、うん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 、親の期待に応えたいとか、ね、うん、そうしなければならないからしてたわけじゃなく、うん、親の期待に応えたい、そう、なんか家を守りたいとか、たい、そういう、そう、家族が、そうそう、家族を作りたい、作りたい、うんうんうん、自分から始まる家族を作りたい、うん、ああ、自分から始まる家族っていい言葉ですね。そうね、自分からその親に育ってもらったけれども、うんうんうん、まあ、あまり親がね、仲が良くなかったりとかしてるとこ見たりとかすると、うんうん、自分ってどんな家庭築けるんだろうか、うんうん、ね、自分から始まる家族ってどんなんだろうかっていうね、うんうん、なんかそういうこう希望みたいなのもあったし、うん、まあ、そしてその結果本当ご縁があって、うんうんうん、養子さんに来ていただいて、うん、婿養子さんなんだね、婿養子さんね、うん、来ていただいてやっと自分のもう家族ができた、うんうん、そしてまあそうすることで今度はまあ地域とつながっていくことになるんだけども、子供を通して地域とつながっていき、まあそうしていく中でやっぱり人間関係を築いていくんだけども、まあ子供たちにしてみればおじいちゃんおばあちゃんもいる、まあ大家族で育つ感じになるんだけどね、ここでまあいろんなことも覚える、で地域との触れ合いもある、なんかそんなところでまあ私もやっぱりそういうところが身にもう染み込んでいるし、それはそれでいいのかなと、うんうん、いいでしょう、うん、思ったりするね、うん、まあ、出たらいいかなと思ったりとかするんだけど、うんうんうん、今のね千里ちゃんの話で、うん、もう、まあ、何もないって言っちゃおかしいけれども、うん、まあ、ない、そういうこう生活に憧れは、うん、でもやっぱりねするよね、うんうんうん、まあ、一回そういうこと経験してみたいかなみたいなのは、うん、どっかにはあるんだけどね、うん、それはまあお互い様でね、うん、私も大家族の中で暮らしてみたかったなと か、 あ、なんかそういう子供がいたらどんな生活になったかなとか思うことは多々ありますよ、うんうん、そうか、うん、あるけど、ね、うんうん、だからといって今の状態がとても、うん、寂しいとか残念とかそういう気持ちは全然ないんですけどね、生き生きしてるもんね、そうね、うんうんうん、今の状況の中で楽しむ方法を、うん、ね、断捨離によって強化してきたから そうね、うんうん、そこは良かったかなとは思うんだけど、うん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 、まあ、私も本当断捨離によってね、まあ、そういうしがらみがすごくこう嫌だと思ってしまえば、うん、嫌だし、うん、嫌だから、うんうんうん、いくらでも嫌なこと上がっていくんだけれども、うんうん、そこにいるからこそっていうところもやっぱりあったりしてね、うん、なんかこう地域の活動にも今関わったりとかもしてるんだけれど、う
じゃあね、ちょっと質問なんですけど、今回の自在機で秀子さんが提案してる、一度こう家から離れてみようとか、土地を手放してみようとかね、家族から離れてみようみたいな、あの提案ってどんな風に受け取りました？やっぱ憧れるから、そのギッチギチでそうやって生きてきたから、やっぱりね、一回ちょっと捨ててみてですね、捨ててみたいな気持ちはある。あ、そう。ある。まあ、でもその捨てるっていうことはやっぱりちょっとどっかでやっぱブレーキかかってちょっと親がかわいそうかなみたいなこともやっぱ思っちゃうので、そこはちょっとハードルが高いから、まあ、まずは少し期間を決めて離れてみる。離れてみて、まあ、ちょっと旅をするとか。え、それは一人で？いや、夫と。え、ご主人と一緒に？ご主人と一緒まにですだね。仲いいからさ、この二人います。本当、藤見ちゃんからご主人の愚痴出たことないよね。そうだね。そうないね。の？いや、愚痴嫌なはとこ。ある。ある。嫌なとこはあるんだけど、その場で解消してしまうみたいな。あ、嫌だなと思ったらその時言う。まあ、そして言える。言ったら彼の場合はそれ以上言ってこない。とりあえず聞く。しばらく経ってから「あの時はこうだった」という。時間差で来るの時間差で来る。そうするとその時も私は気持ちがもう一旦終わってる。何今更みたいな。そう。なのでまあいいかっていう感じになって。 大ごとにはならないってこと大ごとにはならない。ですね。よかったね、そういう人を選んで。そうだね。まあ、そういう人だから選んだのかもしれんけど。そうね。今期もちょっとね、私遅かったからね、あ、そう。そういうこう縛られた生活をしてたので、長女だから家を出てはいけないっていうね、そういうこう親の考えのもとだったので、今期がちょっと遅かったので、あ、向こうに来てくれただけで御の字よみたいな。もうね、それは本当ありがたいと思ったし。で、今の話だと、ご主人と一緒に一度家を離れてみようっていう、ちょっとそんな目論見も。目論見はね、ちょっとあってですね、まあ、全国をキャンピングカーで、何そなんれ、か楽ね、しそうじゃ旅したいなっないか。ていうのはちょっとすごい思ってて、もう夫もそのように思ってて、定年したらそうしようかとは言ってるんだけど、まあ、それが、まあ、今回のひでこさんのこの自在記の本を読んでですね、その定年を待たずしてでも、いいんじゃない？できるかもね、とちょっと思い出したって感じ。まずプチ1週間行ってみる。行ってみ次る。2週間行ってみる。次1ヶ月行ってみるみ行ってたいみな。るみたいな。ありかな？ああ、いいね。と思ったりして。じゃあまずは九州をおすすめしますね。あ、九州ですね。リいいフトでにす。も寄ってね、そう九ね。州一周回ってこう、あ、い陸い路で行けるでしね。ょ。九州、夫は大学時代、九州の方にいう。あ、たのそうで、なの？九州大好きだから。それも決まりじゃないの？あ、懐かしい土地いを訪ねて、いいリフトかにも、も行って。いいかも、いいかも。勝手に計画立てましたけど、いいですね、いいそれ。ね。ちょっとじゃあ、それ、こう、イメージっていうか、まあ、ちょっと、ワクワクして、ちょっとやってみようかな、思ってようかな。行ってみます、まあ、主人にも。言った。そんな話はちょっと行ってみ、夏ぐらいいいかな。いいかもね。ね、いいかもしれないね。ちょっと仕事え、をじゃあ、いきなりだね。今年の夏ですか？今年の夏、すごい急展開。ちょっと目論んでみましょうか。いいの。夫婦で行けるっていいですいいよ。でも、ね。さつちゃんなんかは一人っていうところをすまあごね。く満喫してて、それはそれで、羨ましいよ、私。そうでしょ？でもずっと一人でやってるからな。ああ、そっか。あ、いや、いいです。私はこれが気に入ってるんで。きっとそういうライフスタイルのまあね、男性選んできも、たんだよ、私がね。自分でね。ああ、と、そういうライフスタイルの男そう、性がいるか男も。性いるかもよ。パートナーっていうところを、もし、視野に入れるならね。ずっと一緒じゃなくてもいいけど、そこう、時々合流しう。て、それぞれの旅をして、合流してみたいな。そういうのできたらいいですね。それこそ自在に。そんな人いるんかな？いると思う。本当に？いるんかな？じゃダメじゃあ、そっか。いる？と、いるから、いつ出会えるのかな？そう。って思ってればいい？得意のマインドセットで。そうだね。まずは思い描くことから始めようでしたよね。そう。まあ、それを、望んでたらね、っていう話なんだけどね。まだそんなに強く望んでないかも望んでしないれん。か。望んでないか。でもなんかそれも私はなんか、結婚
スタンス、結婚推進派としては、結婚推進派というか、なんかこうパートナーいるとすごくいいなってすごく思って、うんうん、あ、その婚姻関係ではなくて、ね、なくてパートナーね。そうそう、パートナーね。でもなんか向き不向きってあるような気がするんだよな。そうなのか。いや、まだ結論は出すには早いけど、うんうんうん、案外一人で大丈夫な人のような気がする。ああ、そうか、うん、そうね。まあそれも生き方っていうところではね、そうだね、うん、それもありだから、ね、今の状態も結局自分で選んで、うんうん、来た道の結果だから、うんうん、やっぱこうだよね、うん、とは思うよ。なるほど、うんうん、じゃあ続きはまた今度ということで。そうですね、はいはい、では、はい、失礼します。失礼します。書籍家にいるのが好きになる断捨離スッキリ生活を本体無料、送料手数料550円でお送りさせていただきます。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は下の概要欄からお申し込みください。テレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みくださいね。お待ちしています。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。